ジオプレス。 TBS アナウンサー宇内梨沙です。この時間は TBS ラジオのフリーマガジン TBS ラジオプレスと連動した広報番宣番組、 TBS ラジオの注目トピックスを掘り下げていきます。今日は後ほど毎月恒例 TBS ラジオ番組審議会からの報告をご紹介しますが、その前にこの方の登場です。 TBS ラジオ事業創造センターの橋本芳文です。アフターシックスジャンクションの初代プロデューサーでもあります。よろしくお願いします。はい、いつもお世話になっております。はい、こちらこそ。ということで橋本さん、今日は何のお話でしょうか。はい、今日はですね、私が、プロデューサーも務めてます番組です。4月から始まりました、この番組朗読斉藤匠深夜特急オンザロード、これがオーディオブックになりましたよというお話です。すごい仕上がったんですね。まず1つ。そうなんですよ。はい、改めてご紹介しますと、朗読斉藤匠深夜特急オンザロードは今年4月にスタートしました。毎週月曜日から金曜日まで午後11時30分から55分まで放送中です。斉藤匠さんが旅文学の傑作沢木耕太郎さんの深夜特急全6巻をすべて朗読していく番組です。そして今月、その第1巻の朗読を収録したオーディオブックの配信が Amazon Audible でスタートしたということですね。はい、そうなんですよ。まずはおめでとうございます。はい、ありがとうございます。いや、でも大変でしたよね。これは1巻まとめるだけだって。そうですね、これ基本的に1巻読み終わったらだいたい配信するみたいな大きいスケジュールでいうと、そんなような感じで進めていくんですけれども、うん、はい、まずこの番組が始まって以来ですね、大変評判がいいんですよ。うん、私も聞きましたけれども、はい、もう なんだろう、あの空気感、うん、すごく雰囲気があって、うん、本当に斉藤さんのその間の取り方もそうですし、うん、声に秘められた魅力がとっても合ってるなと思います。そうですよね。非常にローの効いた、ね、うん、低いボイスで新しく深夜特急の世界を作り上げていただいているなという感じはすごくありますよね。うん、はい、斉藤さんご自身も、大変この深夜特急という作品の大ファンで、うん、それをきっかけに世界中を旅したみたいな経験がある方なんですけど、うん、やっぱりそういうところが感情として入ってる感じだから、やっぱりテキストだけで読んでる方も斉藤さんの声を通じてこの作品を改めて聞き返すと、また違ったやっぱり印象を持つみたいで、うん、この前もアフターシックスジャンクションにゲストで出演された大月健二さん、はい、筋肉少女隊、非常に沢木さんの作品大ファンでらっしゃって、その深夜特急についてもすごく昔から言及されてる方なんですけど、うん、すごい聞いてくださってるみたいで、その感想を番組の中でもおっしゃってましたけど、なんかその若い時はもうちょっと自分ではペースが早い旅のような印象で読んでたんだけども、斉藤さんの声で読むとすごくゆっくりとしたペースで旅をしているような、うん、一つ一つ噛み締めるようなね、うん、そういう旅に聞こえるから、すごくまたフレッシュな体験しているっていう、すごくお褒めをいただいたという感じです。確かに斉藤さんが読んでるんで、うん、斉藤さんが頭に浮かぶんですけど、うんうん、斉藤さんがその土地を歩いているように、はい、聞こえますよね。そうですね、実は沢木耕太郎さんの旅なんですけども、はい、うん、なんかまた違ったね、うん、テイストで沢木耕太郎さんがその斉藤さんに読んでほしいっておっしゃった理由がすごくよくわかる、朗読になってるなというふうに思います。毎日月曜日から金曜日まで、相当斉藤さんもね、他のお仕事も忙しい中で大変だと思いますけど、 それが成立してるってことですもんね。そうなんですよ、お忙しい中ね、うん、非常に時間を割いてくださって、しっかり読んでいただいてますよ。本当に聞き応えがあります、はい、あります。はい、ということで朗読斉藤匠深夜特急オンザロード第1巻は Amazon Audible で配信中です。第2巻も順次配信予定となっております。お楽しみください。原作の本の方もすごく売れてるそうですね。そうなんですよ、読んだことないっていう方も、うん、朗読をきっかけに読んでみようかなっていう方も結構感想でいただいていて、で実際今文庫自体もすごく売れてるって新潮社さんからよく、連絡をいただくんですけども、はい、実は今文庫本バージョンの方を店頭で見ていただくと、文庫に帯って巻いてありますよね、はい、帯がですね、今最新版だとこの番組の斉藤さんのビジュアルが載ったバージョンの、この番組の情報が載った帯の方に変わってるので、そちらもぜひ見ていただきたいなと思います。相乗効果でね、相乗効果で、ラジオも楽しみ、書店とか行くとそういうのがポスターが貼ってあったりとかいろいろあると思いますので、そちらもぜひ気にしていただければなと思ってます。さらに深夜特急ファンにはたまらない斉藤匠さんと沢木耕太郎さんの対談もポッドキャストで配信中だということですが。そうです、これ4月7日に、放送では一部流したんですけども、
実はこのフルバージョンというのは全体で、まあ、かなりの時間1時間以上あるんですけども、うん、これをポッドキャストでフル尺で、3つのパートに分けて配信中ですので、こちらも非常にいろんな話題をし、してくださってます。深夜特急以外にも俳優斉藤匠さんに沢木さんがこうインタビューするような逆のこうパターンがあったりとか、非常に深い話をしていますので、これを聞くとこうさらに朗読番組楽しめる、この深夜特急オンザロードっていう名前、なぜこのお名前になったのかとか、まあそういったところも含めてしっかり話してくださってますので、こちらもぜひお聞きください。はい、オーディオブックも対談もぜひ皆さんお聞きください。ということで本日は橋本さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ここで第212回 TBS ラジオ番組審議会からのご報告です。 TBS ラジオ番組審議会は放送のあり方を考え、番組の改善・向上を目的としてほぼ毎月1回会議を行っています。今回は2023年5月16日火曜日午後1時から3時30分まで放送されたコネクトについて審議されました。コネクトは今年4月にスタートした番組で、メインパーソナリティは電線愛好家・文筆家・俳優の石山蓮華さん。コネクトをキーワードに、誰かの教えてと誰かの知ってるをライブでつなげるというコンセプトのお昼の生放送ワイドバラエティ番組です。新たな試みとして LINE のオープンチャットを開設し、リスナーとのコミュニティを活性化させ番組の企画にも活用、また YouTube でも生配信を行っています。番組を聞いた委員の皆さんからは、全体的にすごく良かったなと思った、石山蓮華さんはすごくバランスがいいと思うし、器の大きさも感じることができた、番組はまだ始まったばかりだと思うが、これからどうなっていくのか楽しみだと思った、 YouTube での配信はスタジオの中を覗いているような雰囲気、スタッフの皆さんが仲の良さそうなムードでとても楽しめた、いい試みではないかと思った、また LINE のオープンチャットにも入ってみたが、とても盛り上がっていてラジオとの相性がいいと感じた、番組が始まったばかりということで試行錯誤中なのかなという印象を受けた、ラジオ番組はパーソナリティのキャラで推していく番組と、パーソナリティが受け皿となり何でも受け止めていく番組があるが、多分後者の方の新しいタイプなのだろうと思った、誰を対象にした番組なのかがちょっと分かりにくいと思った、若者をターゲットにしていると思うが、リアルタイムで聞く時間としてアラサーの人は仕事をしているし、ほとんどの人が昼間は働いているので新たなリスナーを獲得するのは難しいと思う、そういった意味でも誰に何を伝えたいのかもう少し明確にした方がいいと感じた、集中して聞かなくても比較的すっと入ってくる親近感のあるテーマからちょっと深掘りしている話題まで、車の中で聞いていても比較的耳に入りやすいと感じた、といった意見が寄せられました。 TBS ラジオではこれらの意見を参考に今後もより良い放送をお届けするよう努力してまいります。この後はアフターシックスジャンクションでお楽しみください。お相手は TBS アナウンサー宇内梨沙でした。